はい、皆さんこんにちは。ひで急行でございます。見てください、皆さん、こちら SL 人吉の3両セットでございます。それからね、こちら86の機関車も入選いたしました。本当は特別企画品のね、4両セットの方が欲しかったんですけども、そちらの方がね、もっと豪華なパッケージになっているそうなんで、そちらの方が欲しかったんですけども、ちょっとこちらの模型買うのをためらってしまってまして、出遅れた分、もう売り切れとなっておりましてね。で、今回この単品で、SL と客車の方のセットを入選させました。でね、今回の動画はこちらの、SL のカプラーの取り替え等々のね、作業と、こちらの客車にね、室内灯を組み込むという作業をお送りいたします。ひで急行チャンネルではね、作業の状態をね、お伝えするっていうのは今までしてこなくて、撮影の方に気が回ってしまったら、手元がね、おろそかになって、失敗するっていうことも、過去にはありましてですね、ちょっとやめてたんですけども、もうそろそろね、作業の様子をね、お伝えするっていうのもしていきたいなと思いまして、今回挑戦することにいたしました。加藤さんの純正の室内灯を組み込みますんで、そんなに難しい作業ではありませんのでね、ちょっと手始めということで、こんなね、作業ぐらいできるわ、ひで急行のね、チャンネル見やんでもできるわって、おっしゃらずにですね、ちょっと温かい目で見守っていただきたいと思います。今回もね、最後までよろしくお願いいたします。はい、それではね、機関車の方から開けていきます。はい、どうですか、この立派な86。こちらのレールの上に乗っけます。細部を見ていきましょうか。おお、かっこいいですよね。黒光りと言いますか、照明の、光の加減もあるんでしょうけども、すごく綺麗なボディをしておりますね。門司鉄道管理局のね、門出風が美しく再現されております。このね、ボディが美しいんでね、埃がすごくね、目立つんですよね。ということで、このように綺麗綺麗に。これね、今一生懸命埃を持ってハケでなぞってたんですけども、こちら信号円か、列車無線のアンテナ横にも、これパーツなんですね。こちらも細かいパーツが用意されておりまして、大正生まれの令和時代の仕様となっております。はい、こちらが付属品になりますね。それでこちらから充電用の、この先頭にね、カプラ、今ダミーカプラがついてるんですけども、これが充電用のナックルカプラ、それから充電用のアーノルドカプラで、こちらのナックルカプラはこちら側のカプラ取り替え用となります。こちらがヘッドマーク、そしてこちらが取り付けのステーになります。このような付属品になっております。で、ひで急行はですね、こちら側は連結の想定はしておりませんでして、こちらは小さくてかっこいいんで、こちらのダミーカプラのままにの、残しまして、反対側、こちらをナックルカプラへと取り替えいたします。それでは作業に入ります。カプラ取り付けるのに、この機関車をね、裏向ける必要がありますんで、このような台を用意しておりまして、こちらの方に載せます。これがいいのかな、こんな感じで作業をいたします。この天台車はこのような感じでここに取り付けされてまして、各動輪で、単水車とつながっておりまして、単水車からも終電されるようになっております。で、今からこちらのカプラーを取り替えます。この説明書によりますと、車輪の外さんでみたいですね。で、この部分をこれで引っこ抜けるんかな。あ、外れましたね。このような感じになります。こちらのカプラーを外します。このようにね、取り付けいたします。そして先ほどの単水車の方に戻します。先ほどとは逆にね、ここの爪にね、はまるように。カチッ、はまったかな、これでいいんかな。はい、これでしっかりこの部分に、
噛んでおりますんで、これでカプラの交換は終了となります。でね、ちょっと先ほど間違った伝え方をしておりましたが、こちらね、ヘッドマーク、人吉のヘッドマーク、かっこいいですね。これと上にステイダイタですね、があるというふうにお伝えいたしましたが、どちらかを使うそうです。で、ここに穴が開いてるんでね、ここにどちらかを、だからヘッドマークを使わんときはこの上のステイを使って、ヘッドマークつけるときはこちらを使うというような感じになります。ということで、私はこのヘッドマークを取り付けることにします。このようにね、ヘッドマークを切り出しました。プラのですね、成形自体がもう黒色でやってくれてますんで、この切り口も黒色になっておりましてね、ここが白いとですね、また色塗らなあかんなと思ってたんですけども、いい感じに黒になってくれております。これを取り付けましょう。はい、こんな感じになります。こちらでヘッドマーク、ちょっと歪んでるかな、こんな感じかね。こんな感じですね。はい、ヘッドマークの取り付け終了であります。はい、ヘッドマークが取り付けとカプラーの取り替えが終了いたしました。というところで、再度記念撮影でございます。ヘッドマークもこのようにつきました。いいですよね。もうね、この辺から押さえた角度というのがね、私好きでしてね、配管がね、露骨、武骨って言ったら失礼かもしれませんけど、このようにね通っておりまして、この辺がかっこいいじゃないですかね。で、カプラの方はこのように、履いてなかったちょっと修正します。はい、はまりました。おお、かっこいい。はい、続いてはね、客車に参ります。客車の方の付属品はこちらの、まずはこちらね、ヘッドマーク、人吉号のヘッドマーク、これね、D10 用のヘッドマークなんだそうです。なので D10 に付けれるように、このようなステイがね、付属しております。こちらがジャンパー線になります。後向けで、この A がオハフ50の701号車、人吉熊本よりね。で、こっち B がオハフ50の702号車、熊本トス寄りになります。ナックルカプラー、こちらの客車、機関車側はこのようにアーノルドカプラーがついておりますんで、これのね、取り替え用にナックルカプラーが付属しております。それではいじってまいりましょう。それではね、客車の方を分解していきます。この車両ね、中間に棚の照明がここに細工されておりまして、ここも光るんですね。ちょっと光らせてみましょうか。ここが光るんですね。で、ここの光るところに、導光線を持って行ってますんで、この辺を注意しながら開ける必要があります。それでは分解していきますね。ちょっと、はい、やはりね、緊張しますよね。はい、このような感じになっております。私ね、この客車には乗ったことないんで、ちょっとね、詳しくわからないんですけども。で、この最後尾がこのような、ね、展望室となっております。で、ここにテールライトが点灯ということで、もう一度照明をつけてみましょうかね。こんな感じなんですね。こんな感じになっております。はい、そして、おなじみの、加藤さんの純正のスナイトを開けます。これね、感じになっております。で、今回はプリズムはもうついておりますんでね、こちらですね、終電盤と、このプリズムはね、今回は使わなくてもいいと思います。です、言いますのは、ここにね、プリズムが載ってますんで、これで点灯いたします。で、これが、電球色ね、柿色にするための、レンズになります。じゃあ、これをつけていきますね。はい、こちら、終電の周でございます。これあんまりね、接触部分を出てもつっても良くないんで、こちら側、このね、刺すとこあり、これ刺すとこありますんで、ここに刺します。おっと、ということで、このような感じになります。この、LED をつけるんですけども、これをつける前にですね、このままでしたら白色が点灯しますんで、この白色を
オレンジにするためにね、電球色にするためにこちらのパーツを使います。これね、これカラーフィルターっていう名称なんだそうですね。これね、ありました。で、これをこのね、基板を外しまして、はい、このように、外れました。で、この白い方の部分で、この突起が上になるようなところで、ここに、合わすようにこのカラーフィルターをはめ込みます。そしてこれを戻すと、これで LED 白色が点灯してもカラーフィルターでオレンジになるというような構造になっております。ここですね、ここに先ほど終電盤を取り付けたところにこう装着をいたします。このような感じになります。これちょっとここがね、これでいいんかな、ちょっと当たりがこう中入ってしまうんでこれを起こしとく方がいいかもしれませんね。あまりやるとね、折れるんで、ちょっと気持ちだけで、こうすることによってここで終電されますんでね、レールから来た電気がここで終電されて、でここのライトが点灯してこのプリズムを点灯させることになります。ちょっとつけてみましょうか。はい、あ、つきましたね。あ、いい感じ。それではね、この状態のままカプラーも変えましょう。でカプラー外すのに台車がちょっと邪魔になりますので、台車も外しますね。座席の室内パーツは外した方がいいかもしれませんが、余計なとこ分解するのが嫌なので、これで外れてくれたらいいんやけど、あ、いけそうですね。あ、大体、はい、上のこのここのね、ここの爪を外しますと、で、先ほどのナックルカプラーを、向きを間違えないように、そしてさっきの、天板の方を取り付けます。これね、銅板がねすぐ歪んじゃいますんで、このね後ろのスプリングの役目してるバネがね、はい、ここまでね、カプラーを外しまして、でこの取り付ける時はこの外したやつではなくてジャンパー線付きにしたいので、こちらのパーツを使います。このようになりました。でこれをここにね、ちょうどここに爪が入るようになっておりますんで、それでは台車を戻しまして、でね、これ組む時ね、ホコリが結構入るんですね。これ入ったら中取れないんですからね、室内灯で照らされますんで、この中のホコリは特に窓等に付着しますんで、からテールライトをね、気をつけながらはめます。このね、ジャンパー周り、足回りがいいですね。ジャンパー線がありますと、これね、曲線によってはそのね、ジャンパー線とカプラーが干渉するっていうことがあるそうなので、機関車側はできるならね、ジャンパー線をつけない方がいいみたいです。まあ、私がつけました。まだ当たったらね、対応すればいいかなと思っております。でこれで点灯させてみましょうか。どうなりますでしょうか。はい、おお、いいですね。こんな感じになりました。やっぱりね、もうちょっと室内手を加えればいいのかなと思いますが、まあまあね、雰囲気は出てますよね。ちょっとね、ライトがきつすぎるかなという気もしますけど、まあいいでしょう。棚ね、展示棚の光も美しくアクセントとしてね、ついております。落としてみたらよくわかる。あ、こんな感じですね。肉眼で見たらこんな感じになってます。わかりますかね、真ん中だけ、ここだけね、ここだけ白いじゃないですか。でこんな感じになってますね。あ、いいですね。客車列車人吉号でございます。そしてこちらは中間車オハ50の701号車です。この車両にはビュッフェが設けられておりまして、車内はそれも再現されております。3号車オハフ50の702号車、
1号車とは違った雰囲気のね、展望ラウンジが設けられております。それでは恒例の走行シーンをご覧いただきます。前半は兵庫県加古川のリサークル様のレイアウトで海辺を走行し、後半は兵庫県姫路の姫路トレインパーク様のレイアウトで城のあるジオラマを走行いたします。今回もね、最後までごゆっくりとお楽しみくださいませ。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ひできゅうグループではひできゅうブログやツイッター、インスタグラム、TikTok、またひできゅうショップも営業いたしております。どうぞこの後もひできゅうグループでお楽しみください。ありがとうございました。